皆さんどうも、マリサだぜ。霊夢です。今回からいよいよ、本格的にテレビ特撮が始まっていくのぜ。というとまさか。そう、1966年1月より始まる、つぶらやプロによる伝説の特撮番組、ウルトラ Q。ウルトラ Q、ついに来たー。このウルトラ Q という作品、日本初の本格的テレビ特撮ということで、ウルトラ Q という作品になるまでに、やはり色々とあったのぜ。ほうほう。最初に企画が立ち上がったのは、1963年の春頃、地球人に協力する、不定型宇宙生物の活躍を描く。それがフジテレビとの提携で、まず進められていったようなのぜ。よー。そのウの名前の元ネタだな、ウは。そうだったのか。あと遥か先の話だが、2006年に NHK で放送された、生物彗星ウ。これの元ネタでもあるな。いろいろと後にも影響を残してるのね。で、ウと同時進行で、1963年からは TBS との間で、SF 特撮シリーズの企画検討も開始されたのぜ。ここで TBS とのつながりが。これらの番組を作るため、円谷監督はいきなり無茶な行動をとるのぜ。え、何したの？当時世界にも2台しかなかった、高性能光学撮影機、オプティカルプリンター1200シリーズ。これを独断で海外発注したのぜ。勝手に発注しちゃったの。まあテレビ特撮シリーズ2本もやる予定だったからな。それを見越しての購入だったのぜ。その機械、一体おいくら万円なの？当時の価格でなんと、4000万円？当時の価格基準だから余計に恐ろしい。でもここで第5さん。フジテレビ企画のウは、予算や技術的な問題から中止となってしまったのぜ。そのため購入が不可能に。早くキャンセルしないと。船で輸送途上なので、キャンセルも不可能なのぜ。終わった？そこで TBS の敏腕ディレクターであり、円谷の長男でも、円谷はじめさん。彼が仲介して、TBS が代わって1200シリーズを購入したのぜ。TBS すごい、そこに痺れる憧れる。その代わり円谷プロが TBS のために、特撮番組を制作するという契約になったのぜ。なるほど、まさに拾う神あれば捨てる神もあり。ということで TBS との企画、アンバランスが進められていくことに。そこからさらに、視聴者層をより明確にしたいということで、当時の流行語、ウルトラ C をもとに、ウルトラ Q へとタイトルが変更されるのぜ。それでウルトラ Q になったのね。ということで紆余曲折ありつつ、1966年の1月より、武田アワーにて放送開始されるのぜ。武田。放送が開始されると、その視聴率は常に30を超える、超人気番組になったのぜ。すごー。ちなみにウルトラ Q の裏番組は、手塚治虫原作の、ワンダースリー。ウルトラ Q 放送開始前は 23% だったが、放送後 6.9 まで急落したのぜ。落ちすぎ。しかも手塚先生の息子さんたちまで、ウルトラ Q を見ていたようなのぜ。手塚先生へ。発売されたレコードは、初版3万枚が完売し、最終的にはミリオンセラーになるのぜ。ミリオンセラーはすごいけど、レコード出してたんだね。大怪獣の歌と、ウルトラマーチという曲が収録されてたのぜ。まあ、どっちも本編では一切使われていないけど。使われてないんかーい。怪獣のソフビ人形も、当然大ヒットしていったのぜ。ああ、怪獣といえばソフビだもんね。そんなウルトラ Q の第1話は、ゴメスを倒せ。タイトル通り、記念すべきウルトラシリーズ怪獣第1号、五大怪獣ゴメスが登場。ゴジラじゃ、ないよね。まあ、モスラ対ゴジラのゴジラを改造してはいるな。とあるトンネルの奥にある、洞窟の中にいたのぜ。そのゴメスの調査で来た3人。彼らがウルトラ Q シリーズ通しての主人公になるのぜ。おう。まず1人目は万丈目順、演じるのはもはやおなじみの、佐原健二さん。佐原さんといえば、やっぱりこの万丈目さんだよね。宇宙旅行の夢を追いかける、自称 SF 作家の、星川航空パイロット。自称何回？行動力のある熱血感で、セスナやヘリを操縦するのぜ。かっこいい。戸川一平、演じるのは西条康彦さん。万丈目の元で働く見習いで、星川航空のパイロット助手。一応だけど、ヘリコプターは操縦できるのぜ。なかなかやるやん。おっちょこちょいのムードメーカー。ウルトラマンでいう、いで隊員みたいな感じ。
絶対許さねえ。江戸川百合子、演じるのは桜井広子さん。桜井さんといえば、この後のウルトラマンの、藤あき子隊員も有名だな。始まりの作品で、ヒロイン二人を演じるのはすごいな。毎日新報社会部の女性カメラマン。男勝りで好奇心が強く、純と一平と共に怪事件の調査に当たるのぜ。美人なのに男勝り、いいぞ。あと純レギュラーだけど、三人の協力者として、一ノ谷博士という人物がいるのぜ。いかにもわかりやすい、博士って感じの見た目だね。世界的な権威を持つ学者で、多くの分野に精通してるのぜ。そのため物語上で起きる怪事件を解決すべく、博士がいろいろと力を貸してくれるのぜ。なるほど、これは頼もしい人だね。そんな三人が最初に遭遇した古代怪獣ゴメス。この時は当然ながら、ギリギリまで頑張ってもウルトラマンが来ない。ウルトラマーン。なので自分たちだけの力で何とかするしかない。というわけで、ゴメスの天敵である、原始怪鳥リトラを復活させるのぜ。いけ、リトラ？太古のウルトラギャラクシー始まった。出会った2匹は激しい戦いを繰り広げるのぜ。最後はリトラのくちばしから、強力妖怪液、シトロネラーシットをゴメスに浴びせる。それによりゴメスは暴れ狂った後、横転して絶命したのぜ。ゴメス、やけにあっさり死んじゃったのね。リトラが出すシトロネラさんが弱点なのぜ。なるほど、だから天敵だったのか。でもその直後、リトラもゴメスの亡骸に覆いかぶさり、そのまま息絶えてしまうのぜ。勝ったのになぜ。実はシトロネラーシット、リトラの命を削る最後の武器だったのぜ。リトラへ。第2話は、巨大サルゴロウ。旧日本軍が作った体力増強剤、青葉クルミを大量に食べ、巨大化したサル。まあ他旧日本軍、やべえもん作ってるよ。問題なのは、サルが食った青葉クルミ。これはもともと、ヘリプロン結晶 G という薬という設定だったのぜ。元は薬設定だったのね。でもスポンサーが武田薬品ということで、薬のイメージが悪くなるとのことで、青葉クルミという設定に変更されたのぜ。へえ、そんなことがあったのね。確かにイメージは大事かもね、特に当時は。ちなみにゴジラと戦った、あのキングコングの改造なのぜ。おう、あのキングコングか。第3話は、火星怪獣ナメゴン。消息不明になった、火星の探査船が突然帰ってきて、その中にあった卵から生まれた怪獣。名前や見た目の通り、ナメクジの怪獣なのね。弱点もまんまで、塩なのぜ。動きもナメクジみたいに遅いんだけど、目から人間を一撃で、硬直死させる怪光線を発射するのぜ。意外と恐ろしいやつなのね。卵が金色なので、金塊と勘違いしてギャングが持ち去ったのぜ。でもその後熱によって卵が巨大化。中からナメゴンが生まれ、ギャングを怪光線で皆殺しにしたのぜ。欲に目がくらむとバチが当たるのね。第4話は、巨大植物樹乱。突然東京のビル街に咲いた、巨大な植物。地下では壁を破って、巨大なツタで人間の血を吸おうとするのぜ。吸血植物なのか、怖いね。さらに巨大な花を開かせ、毒鱗粉を放つのぜ。どう考えても、人間とは共存できない植物なんだね。最後は一ノ谷博士の作り出した、特殊な薬品を散布されたことで、溶けるように枯れたのぜ。あるもの？ちなみにこの第4話が、一番最初に撮影された話のようなのぜ。そうだったの？まあこのウルトラ級は、そもそもが全話分撮影された状態でスタートしてるのぜ。なるほど、それなら色々と安心だね。第5話は、冷凍怪獣ペギラ。ペギラは核実験の放射能の影響で、ペンギンが突然変異した怪獣。まあ、南極に住んでいて、調査隊とそれに同行したマンジョウメたちを襲ったのぜ。なんやその眠たそうな感じの顔は。見た目はなんか愛嬌あるけど、結構恐ろしいやつなのぜ。マイナス130度の冷凍光線を吐き、周囲を反重力化させるのぜ。ただの冷凍光線じゃなくて、反重力まで。すごい能力だな。しかも元ペンギンなのに、黒煙を吹きながら上昇、飛行することが可能。飛行速度は、マッハ80以上にもなるのぜ。早すぎ、このペンギン、不可能力多すぎだね。ただ、ペギミン H、という物質が弱点で、これを浴びせられて逃げてくのぜ。弱点なかったらマジでヤバかった。でも南極で撃退した後、実はまた出番があるのぜ。
第14話、東京氷河期。タイトル通り、真夏の東京が突然氷河期のように、氷漬けになってしまう。いやー、夏が暑すぎるとはいえ、そこまで寒くなるのは、それってまさか。そう、その原因はペギラが東京に来たため、南極が温暖化で暖かくなってしまったので、北極へ向かう途中だったのぜ。なんで東京に寄るんだよ。最後はホームレスの元ゼロ戦パイロットが、セスナで特攻。特攻。そのセスナにはペギミン H が積まれていたので、それでなんとか撃退したのぜ。最後壮絶だね。っていうか、命を懸けたにもかかわらず、倒すことができないのね。やはり人間の力だけでは限界があるっていうのを、改めて思い知らされるのぜ。あとちょっと余談だけど、ウルトラ怪獣擬人化計画にも出てるのぜ。なんか怪獣が美少女化されてる。そうなのぜ、タイトル通りに怪獣たちを美少女擬人化していくプロジェクトなのぜ。で美少女化されたペギラはこちら。うろおおおおお、普通に可愛い。羽が振り袖になって、眠たそうな目がやはり特徴的なのぜ。足元だけはあったかそうだけど、上半身は露出しててちょっと寒そうだね。まあでも正当な美少女化って感じで可愛いね。で第6話は、大亀がメロン。とある少年が巨大になった亀に乗って、竜宮城に行くという。夢のような、本当のような不思議な話。何そのおとぎ話みたいなかい？亀が巨大化して暴れるみたいな、そんな話じゃないんだ。全然違うのぜ。ウルトラ Q は海外の、トワイライトゾーンとかを参考に作られてるので。結構こういう、なんとも言えない不思議な回があるのぜ。へえ、それは面白いね。世にも奇妙な物語みたいだね。第7話は、岩石怪獣ゴルゴス。宇宙から飛来した巨大な岩石。これが一度爆発処理された後、また集まってできたのが、この岩石怪獣。宇宙から来たから、何気に宇宙怪獣でもあるのかな？まんま来たわけじゃないから曖昧だけど、近いかもだぜ。でこの怪獣、核の部分が無事なら何度でも再生するすごいやつなのぜ。フレイザード思い出した。弾丸ばっかさんだな。まああんな感じかもな。でもタケルという野生児により弱点の核を見破られ、拳銃によって核が破壊されて、ジエンド。野生児先輩すげー。第8話は、モグラ怪獣モングラー。名前通り、巨大化したモグラの怪獣。まんま。なんで巨大化したというと、ハニーゼリオンという特殊肥料を食べたせいなのぜ。この世界、食べると巨大化するやべえもの、ちょくちょくあるのね。ちなみにそのハニーゼリオンの研究者として、次の作品でウルトラマンに変身する、早田隊員。それを演じた、黒部進さんが演じられてるのぜ。おう。それは今考えると豪華な客演だね。あと今回の話。その黒部進さん演じる研究者、木村に嫉妬した、同研究員の痛み。彼が嫉妬して、恋に仕組んでモグラに食べさせたようなのぜ。なんと、己痛み。木村は研究もうまくいき、さらに自分が愛せる女性と婚約もしてたのぜ。何もかもうまくいっていることに嫉妬して、こんなことをしでかしたのぜ。ああ、リア充爆発しろってなっちゃったのか。気持ちはわからなくもないが、やりすぎたな。最後は自分がしたことを後悔しつつも、責任を取るために、モングラーの巣穴へ単身突入。ダイナマイトで爆発させて、モングラーを地上に誘導したのぜ。痛み、お前。そして木村と婚約者の幸せを願って、息を引き取るのぜ。最後の最後に改心したのは救いだったね。で地上に出てきたモングラーは、自衛隊の攻撃を受けて、再び地下へ潜ってくのぜ。でも潜りすぎたのか、地底のマグマ層にまで突っ込んで死んでしまったのぜ。あらら、なんか悲しい最後だったね。次は第9話のオーグモタランチュラ。名前そのままで、古びた洋館に潜む2匹の巨大グモなのぜ。人間大サイズなので、怪獣ではないのぜ。亀もだけど、たまに怪獣じゃないのも出るのね。それがウルトラ Q のいいところなのぜ。でこのグモ、万丈目の話では、元人間じゃないかとのこと。人間。クモ愛好家の男爵と、クモに噛まれて死んだ娘の、生まれ変わりじゃないかという話。そんなまさか。そのあたりの真相は不明のまま、物語は終わるのぜ。これまた不思議な回だね。次は第10話、人工生命 M15。ああ、この顔は前に、年末の特番で見かけたな。ガキツカの笑ってはいけないで、刺客の一人として一時よく出てたのぜ。そうそう。
ダウンタウンの浜田さんにほんとよく似てて、あれは反則だった。そんなわけで、多少知名度は上がったと思うけど、実際どんなキャラかというと、知ってる人は少なそうなので解説するのぜ。はいはい。名前通り、人工的に創造された生命体の第一号。元はゼリー状の物質として、カプセルで保管されてたのぜ。え、そうだったの。でも手違いで、地底超特急稲妻号に持ち込まれ、カメラのフラッシュで急成長を遂げて、類人猿のような姿に変化したのぜ。なぜこんなんになってしまった。知能は3歳児程度で、好奇心旺盛。なので稲妻号のスイッチや、ケーキ類に興味を持っていくのぜ。ああ、子供って結構そういうのいじりたがるよね。その結果運転席を独占し、ケーキ類をいじりまくって稲妻号が暴走。そして先頭車両が北九州駅に衝突し、駅周辺に大被害をもたらすのぜ。全然シャレにならないことしてる。その爆発により、M1 号は成層圏外まで放り出され、宇宙空間を漂うことになるのぜ。宇宙まで飛ばされたの。で、その時だけ、私はカモメ、私はカモメ、と人間の言葉を発しているのぜ。急に知的になったね。宇宙に放り出されたショックで、知能が覚醒したのかもしれないのぜ。まあ普通なら死んでる衝撃だしな。で、ウルトラ級の物語としては、ここで終わりなんだけど、実は続きではないかと思われる話が近年あったのぜ。え、続き？それは2015年放送のウルトラマン X、その第19話、共に生きる、で再登場してるのぜ。おいおい、49年も経過してる。すごいなぁ。まあはっきりと続編と、銘打ってるわけじゃないんだけど、かつて事故で、宇宙に追放された人工生命からだと言われてるのぜ。東方、水野さん好きだね。まあ追放されたというか、自業自得なんだが。時間が経過してるせいか、知能がかなり発達してるのぜ。人間の言葉も流暢に話し、テレパシーやテレポートも使えるのぜ。普通にすごい、めっちゃ進化してる。そんな進化した M1 号とウルトラマン X については、またいずれ。一体いつになるやら？次は風船怪獣バルンガ。見た目は触手の生えた風船状の生命体。期間中の有人土星ロケット、サタン1号に付着して地球に来たのぜ。この怪獣も地球外から来たやつなのか。バルンガは怪獣と生え、自分から何もしてこないのぜ。風船のようにただふわふわと浮いてるだけ。じゃあ悪いやつじゃないのかな？それがとんでもないのぜ。バルンガは地球上のあらゆるエネルギーを食事として吸収、巨大化するのぜ。エネルギーを。なので東京の都市機能を著しく低下させて、日常生活もままならなくなってしまったのぜ。そりゃやばい。防衛軍のミサイルすら吸収してしまうので、倒すことも不可能。ある意味最強の怪獣だね。最終的に倒すことは諦め、人工太陽のエネルギーで宇宙空間へと誘導して追い出したのぜ。今回は倒せないパターンだったか。その後バルンガは太陽に向かったのぜ。もしバルンガが太陽のエネルギーを食い尽くしてしまったら。ひー。怖いわー。次は第12話、古代怪鳥ラルゲリウス。今回も怪獣っぽくないね。そうなんだが、ラドンのシーンが途中使われてるところがあるので、ある意味一番怪獣らしいのぜ。ああ、飛ぶところが共通してるからか。あとこの怪鳥は、全長43メートルもある巨鳥なんだけど、不思議なことに、昼間は文鳥の姿でちっちゃいのぜ。え、ということは、夜になると巨大化するの？そうなのぜ。というのも、この怪鳥は現代の生き物ではないのぜ。998年前の世界からタイムスリップしてきた、古代の鳥なのぜ。バックプザフューチャー。最後は街を蹂躙した後、自分を拾ってくれた少年に別れを告げて、どこかへと飛び去ったのぜ。これまた不可思議な回。次は第13話、隕石怪獣ガラモン。あれ、ピグモンじゃないの？似てるけど全然違うし、関係ないのぜ。え、そうなの？まあいずれ首を追加されて、ピグモンに改造されるけど。やっぱり元だったのね。ただガラモンは生物ではなく、ロボット怪獣なのぜ。ロボットだったの？有生人が地球侵略のために、隕石の中に入れて送り込んだのぜ。で、チルソナイトでできた電子頭脳の命令によって、破壊活動を行うのぜ。この見た目で本当に侵略兵器なんだな。東京へ向かう途中、電波を遮断したので止まるのぜ。でもそれから第16話、ガラモンの逆襲で再登場。また出るんだ。
今回は13話の黒幕である、宇宙怪人セミ人間が出るのぜ。セミ人間？なんかバルタンに似てる気が。まあその通り、後に改造されてバルタン星人になるのぜ。やっぱり。で、セミ人間は、13話の謎の侵略者である、幽星人の正体。今回は自ら行動を起こし、電子頭脳を取り返したのぜ。そして新たにガラモンを複数体東京に呼び寄せ、侵略を開始したのぜ。ガラモンって量産型だったのか。このガラモンの破壊活動で、またも東京タワーが壊されてるのぜ。特撮世界の東京タワーは壊されるためにある。最後はなんとか電子頭脳の電波をまたも遮断し、ガラモンを無力化。ガラモンはなんか口から液体を垂らして、一斉に停止するのぜ。確かになんか垂れてるね。セミ人間は失敗の責任を取らされ、仲間の宇宙船が放った光線で処刑されるのぜ。なかなか厳しい成人だね。失敗は絶対に許されないのか。ちなみにセミ人間は、最新のウルトラマン大河にも登場したのぜ。テレビに登場したのは、実に53年ぶりなのぜ。半世紀過ぎちゃった。あとガラモンは、ウルトラ怪獣バトルブリーダーズにも出てるのぜ。おう、いるんだ。あんまり使ってないんだけど、原作通りの愛嬌ある感じがうまく表現されてるのぜ。あんまり強くはなさそうだけど、しっかりモーション作り込まれてるね。ガラモンくんが楽しそうで何よりだね。というわけで、今回でウルトラ級の半分ほど解説したのぜ。もう半分は次回また解説しようと思うのぜ。まだまだ紹介してない、有名怪獣いるよね。そうだな、ウルトラ級で一番有名な怪獣もまだ紹介してないしな。ああ、金のあの怪獣もまだだもんね。そういうわけで、次回はウルトラ級後半をやってくのぜ。それではまた次回。またねー。